どうも皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。ダン様です。今回の講座は傭兵の意識について説明していきます。よろしくお願いします。傭兵といえば救助です。救助は主に半分前救助、8割救助がありますが、判断が難しいのは見捨てという行為ですね。人それぞれ判断が違いますが、開幕即死プラス近釣りの場合は基本的に8割救助か見捨ての対象となります。即死の定義が難しいが、傭兵が開幕から解読をし進捗が 25% 未満でダウンしたら即死と判断してもいいのではないでしょうか。試合の中盤においても見捨ての判断をしないといけない場合があります。そこにも近釣りが絡んできます。危機一髪もなく明らかに寸止めが間に合わない場面では軽率に救助しない方がチームのためだと思います。さらに救助は半分前救助とありますが、かなり早い段階での救助も必要となってくる場合があります。それはハンターがキャンプをせずに解読が進んでいる暗号機の邪魔をしに行った時です。ゲシちゃんの人形が暗号機の引き継ぎをしてますね。ここでよく見ると芸者は人形を倒そうとしてます。ここですぐに妻子を救いに行きます。そうすることで無傷救助ができますし、妻子も距離が取れます。さらにここでカットが生じるんですよね。人形を追い続けるか妻子を追うか、二頭追うものはなんたらなんたらです。でもう一つ、即救助の例を見ていきましょう。この試合は確か魔女だったかな、で占い師がダウンですね。はい、この時点でちょっと8割救助ねしようかなと思ってたんですけれども、ここで妻子のロングワープを受け取ります。で確か暗号機の近くに釣られるんですよね。そう、ここですね。でロングワープがあるので即救助して占い師を生かしましょう。はい、いいですね。でここ注視をしたのは傭兵は離れる、ワープくぐるなよ。で鬼没の可能性もあるんでちょっと警戒しながら。魔女ってね、インヌか鬼没取ってる人が多いので、鬼没で傭兵をね撃ってくる可能性もありますからね。そこはちょっと警戒してください。油断しないんでね、救助した後も。はい、あと傭兵の性質上ね、たとえハンターが引き止めるを持ったとしても一発は耐えられるので、すぐにまあゲートからね逃げない方がいいですね。行って私は地下に行くとかさ、そういうのにハッチ逃げしたいよという意思表示がなければ最後に出ましょうね。何からわからないからね。妻子以外の仲間の定型文がない限り出ない方がいいです。妻子釣られるしハンターも寄ってこないので、そのままね救助行きます。まあ後ろに調光師が見えましたね。調光師にタケが行ったのですぐに救助してゲートに行きます。はい、オッケー。まあ出ない方がいいですよね。早めに出てたらこの試合はね多分負けとなっていたわ。次の救助の説明に入る前に、次の救助の意識か入る前に、傭兵がね即死するとやっぱりチームメイトはなんやあのクソ傭兵即死しやがって絶対思うんですよ。それはね、そうならないために死ぬ気で膝で使いまくろう、死ぬ気で。そうするとねなんとかなるからね。これも即死しそうだったんですよ。まあもう死ぬ気でね、膝で使うとね、なんとか距離離して、なんとか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 、はい。だから傭兵使いはね、即死したらあかん。リッパーの気の刃はね、できる限り本体で食らって、その後も膝で使いまくって、距離を取りましょう。ね。雲とか、まあまあ、どのハンターでもいいや。とりあえず攻撃食らったらもう膝で使いまくる。ね。で、ハンターが諦めたら、近くに箱がある場合ちょっと漁ってみましょう。意外とね注射器が出るんですよ。そうするとね、まあ仲間でね、まあ特にこういうでっかいマップではさ結構重宝するんですよ、ね、仲間がわざわざ移動してきて回復しなくていいし、自分で根っこぶっ刺して回復全開すると次の救助もいけるしね。よろしい。はい、じゃあ次5割救助の例ですね。傭兵は5割救助の意識としてで、まあ、5割というか5割より前の救助ですね。早めに詰めることです。早めに詰めるね。もう釣られた時はもうすでにいますよね。まあこれ近かったっていうのもあったんですけれども、さらに空軍も後ろで解読してると、まあハンターが空軍邪魔しに行くなら傭兵がそのまま突っ込む。で基本的に救助は肘当て一発使ってビューンと、はい、椅子のふもとまで行きます。あとは駆け引きですね。駆け引きの時間、それのまあ楽しんでやってください。あまりにも、ね、ギリギリすぎると駆け引きの時間もね短くなるし、ミスがね増えます。恐怖もらう率がねぐっと高くなります。で救助後はねダブルダウン防ぐ、それが大切。肉引きはね
しなくてもいいと思う。次飛びの人がいる場合は肉撃してあげた方がいいんですけど、基本的に肉撃しなくていいと思うわ。ダブルダウンの方がきつい、ダブルダウンの方がきつい、ダブルダウンの方が、はい、あと指名手配ついた場合どうするかね。指名手配つく前にもうすでに位置についとくんですよ、傭兵っていうのは。でそうすると指名手配ついても救助に行けるっていう状態を作っておきます。今占い師の定型文見るとなんか小屋方面にいたからはこれ遠いなと思ってもう詰めようとしてます。もう占い師チェイス持たないなと思って、あ占い師チェイス持たないなとも喋れへんわ。あのはい詰めます、とりあえず詰めます。そうすると意外にこいつチェイス持っちゃってよ、まあ近くの暗号機でまあ解読しようかなっていう時にこいつ倒れちゃってよ、うん、まあでもね救助は変わらず俺です。はい救助助けに行く、撃ちます。まだ無駄に隠れておりますけども、はい、ここまで締めたいつくんですけど気にせずに救助行きます。あここで調光師がね、優しき調光師が救助行くよって言うんですけど、まあこれ締めたいがついてるおかげで、さらに近くにいるおかげで犬がね飛んでくるんですよ。これもらって離れます。調光師が救助行くって言ったんでね離れます。犬もらいながら離れます。この一撃はね大丈夫ですね、犬食ってるんで、まあ、どういう理論か分からんけど、まあ、居抜くってから大丈夫です。はい、まあ、指名手配ついても救助に行くっていう意識をここ心がけてください。早めに詰めることで指名手配ついても、まあ、そこまであのデメリットにならないんで。あもちろんそのチェイスしてる場所がすごい遠かったらよ、自分から、ね、こことその小屋がすげえ遠いから救助間に合わなそうだなって思ったからこそ詰めたのね。これもしすごい近かったらね、すっごい前もって詰めなくても大丈夫です。仲間がすごいチェイス持った時にちょっと困るからね。ただし指名手配ついても傭兵は行くべきだと思うんだよね俺は。でそこで新たに他のサバイバーが助けに行くよっていう定型文があれば彼彼女らおっさんらに任せましょう。であいつらが救助ミスした時に俺らが行こうやね、かっこいいやんそっちの方が。あーもう一つ実践がありましたわ。今回の動画めっちゃ長そう。義士がチェイスしてる場所、まあ今相手がジョゼフなんで奇襲も怖いし、まあ義士がチェイスしてますよね。で定型文見ながら方向見ながらまあ解読していくと、義士ダウンしました、でさらに場所を確認と細かく細かく、はいそこね、そこはね真ん中に来る可能性がありますよね。うん、はいここでまあ多分真ん中に来るだろうと予測してちょっと離れます。でも救助として詰めていくんですよ。耳鳴りさせておきます。はい、そうするとハンターも遠くに行かないんでね。まあでもジョゼだったらねパラパラでどっか出張して戻ってくる可能性もありますし、まあそこはね、うん、で救助をかけるのはもうそのゲージのね半分の半分の時はもうすでに詰めた方がいい。まあそれよりもっと早めに詰めた方がいい。まあ、あの経験者だとね結構ギリギリに行くことが多いんですけど、恐怖もらいやすくなるんですよね。うん、まあギリギチョン救助の方がかっこいいよね。まあそこ駆け引きで、はい、で救助後すぐ左手使って逃げる、左手使わなくてもいいんですけど、できるだけ使った方がダブルダウン防ぐ確率が高くなりますんで、ダブルダウンはねしない方がいいです。ダブルダウンはねしない方が、でギリギチョン救助の方がかっこいいよねっていうと、まあ真似する人が多分増えると思うんですけど、そういう場合はね救助恐怖もらいやすいです。やっぱりギリギリの駆け引きはね怖いですね。この場合は早めに詰めた動きです。まだ救助慣れてない人は早めに詰めるように、まあ、お願いします。早めに詰めることで、まあ、5割超えの救助がね格段と少なくなりますね。ちゃんと5割より前に救助できることが多くなります。まあ言ってる意味大体わかるよね。はい、これハンター椅子から離れてそうなんでもう詰めます、詰めます。はい、あこれあれでしょうね、なんか他のものに気を取られてるもんね。こう一発もらうことで距離も離してるしそのまま救助します。で救助もダブルダウン食らわないようにね、まあハンター俺を狙ってるかどうかわからないけど、そこは意識でね膝で使った方がいいかなと思って、もうダブルダウン絶対もらないっていうそういう覚悟でやってますんで、ダブルダウンはねもらっちゃダメですよ、もらわない。もう一つありました。野人がちょっと行かなくて救助に、で出るのが遅くなっちゃって、でまあこういうゲージの住み具合になってるんですけどね救助の、まあ、あとは駆け引きの時間ですよね。で今一発食らってる状態で恐怖もらえばもう終わりなんですよ。それならもう逆に半分超えでもいいぞっていう気持ちで最後の最後までしっかりと駆け引きをやってください。そうするとねかっこいい救助がね意外とできるんですよ。考えてみてください、半分超えて救助できた、
と半分超えて傭兵が救助できなかった、さらに傭兵がダウンするね、これどっちがいいかというとやっぱり救助できた方ですよね。でサンプルはないんですけど、傭兵で救助でさらに大切なのがこう詰めるじゃん。で明らかにもう5割より前に救助できなさそうだなと思ったらもう引いてください、一旦殴られてもう救助せざるを得ない、そういう状況はねやめましょう。あ、これ救助間に合わなそうだな5割より前にと思ったらもうどっか近く隠れてね、次の8割救助を待ちましょう。これ結構大切なんですよ。以上かな。まあなんかただ俺のね救助を、俺の普通の救助をみんなに見せたっていう感じですよね。まあでもそれが逆に大切でね、普通ができない人がね結構多くいらっしゃったんで、うん、まあ、まず傭兵はね椅子から救助できることが大切なんで、はい、あとダブルダウンしないように、これも大切ですよね。まあ、大切な、あとあの締め台ついても救助できる限り行くように、あとはダブルダウンしないように言ったか。あのもうダブルダウンはねほんまにきついからやめてや。はい、以上こんぐらいでいいかな。まだまだ足りない。傭兵はねすごい奥深いか、救助することしかまあもういいか。ちょっとなんか、うん、不十分な動画になりそうなんですけれども、まあ要するに救助をしっかりやって5割より前にしっかりまず救助して、間に合わなそうだったら8割救助しましょう。あ、そうや、ね、見捨ての判断、あと開幕促進に対しての8割救助の判断、それはねこれだっていう答えがねないんで、まあ、自分の経験に従ってやるしかないですよね。まあ、まず俺たちはさ、ね、それなる前にまず救助を成功させようね。まとめます。半分より前の救助はできる限り早めに詰める。詰めた後はもうお前のショータイムですわ、過激ショータイム。その後ハンターとの過激に勝って、で終わったらまあ肘当て使って逃げるか、まあ、ハンターの位置のね、まあ、その位置関係を見てそのまま走って逃げるか、ダブルダウンはできる限りもらないようにしてください。まあ、どうしてももらっちゃうハンターっていますからね、まあ、そこはね、まあ、しゃあないとしか言いようがないね。まあ、ダブルダウンもらないようにしてください。はい、以上です。まあ、ほぼ喋りになってしまったんですけども、まあはい、お疲れ様でした。おつ、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。おつ、あ、質問があればね、あのコメント欄に書いていただければ、時間があるときに回答します。あとうまいリスナーさんが回答します。お疲れ様でした。おつ。